1969年、小学生のケンジは仲間と共にたわいもない空想をして遊んでいた。悪の組織の世界征服、巨大ロボット、正義のために立ち向かう自分たち。次にこれを掘り起こすときは地球の平和を守るときだ。そう、すべては子供の空想のはずだった。28年後、コンビニを経営するケンジは姉から託された赤ん坊カンナを育てながら平凡な日々を送っていた。だがある日を境に恐ろしい事件に巻き込まれる。羽田空港爆破、国会議事堂襲撃、そして世界中で起こる大量殺人事件、全てケンジが子供の頃に書いた予言の書通りのことが起こってしまう。事件を操るのは友達と呼ばれる謎の人物。その正体は予言の書を知っているかつての仲間なのか。君の人類滅亡のシナリオはとても魅力的だったよ。あれを実現させることを僕はずっと夢見てきたんだ。世界征服だよ。ケンジは友達の計画を阻止するためかつての仲間と共に立ち上がった。子供の頃夢見てたように俺たちが地球の平和を守るんだ。友達の計画通り、殺人ウイルスをまき散らす巨大ロボット。ケンジは暴走を止めるべく乗り込むのだが、ダイナマイトを3分後にセットした。ケンジ君、お前はケンジ。大通りをゆっくりと進んでいきます。さあご覧ください、我らが友達の勇姿を。日本に友達がいる限り全世界の平和は守られているのです。血の大晦日から15年、そこは世界的英雄となった友達の支配する世界。ケンジの書いた予言の書を実行し生まれた世界だが、その予言の書には続きがあった。新予言の書。高校生になったカンナとかつての仲間たちは密かに戦いを続けていた。2015年、救世主は正義のために立ち上がるが暗殺されてしまうだろう。友達の正体を突き止めるためにカンナは立ち上がる。ダメよ、あそこには何があるか。ケンジおじちゃん、絶対に逃げたりはしなかった。あそこには何かがある。友達の秘密が。全ての人々を洗脳する施設、友達ランドに侵入したカンナは恐るべき世界を目撃する。そこにはケンジたちの少年時代が存在していた。あなた誰なの。そして明かされるカンナの出生の秘密。キリコさんと僕のかわいい、かわいい娘なんだよ。嘘だ。面白いだろうな、こんな未来が来たら。新予言の書は着実に実行されようとしていた。誰か彼らを止めてください。世界は終わってしまうの。お前、あいつか。2015年、救世主は正義のために立ち上がるが暗殺されてしまうだろう。人は一度死んでよみがえれば神とみなされるのです。それは新たなる滅亡への始まりに過ぎなかった。友達は全世界の神となり。バーハーハーイ。新予言の書通りに再び人類を滅亡へと導いた。
か違いっこ足りない。夏休みの宿題終わった？ほとんど。さすが、俺なんてまだ算数のドリルだけだぜ。くっそ、なんだよ。よー、池上行きます。でもさ、山根くんって変だよな。学研の科学の付録がどうとかさ、どうでもいいじゃん。将来ガロとか作る悪い博士になったりして、ゲルゲル。ガロってなんだよ、ケロよ。マルオ知らないの？捕まえたぞ。何すんだよ。コンチ。あなたよ。あれ誰だよ。佐田清じゃない。なんなんだね、これは。おばあさんがいなかったから、当たり券だけ置いて。どうしたっちゃ。おお、ケンジ。万引きみたいだ。地球防衛軍のバッチだって。バッチは返してもらうよ。犯罪者だ、犯罪者は死刑だ。きついな、池上くん。行こうぜ。死刑になったからもう透明で見えません。前は今日死にました。そんなふざけたお面なんかしてないで。そんな、やめてよ。2015年新宿の教会で救世主は正義のために立ち上がるが暗殺されてしまうだろう。万博万歳、万博万歳、人類の進歩と調和。リリンと電話が鳴る。全ての準備が整うだろう。悪魔のセールスマン、世界を滅ぼす。友達歴3年の8月20日、宇宙人が地球を襲い、世界は滅びる。そして人類はほとんど死ぬ。世界大統領は仲のいい友達と楽しく暮らしました。限界です。この壁を越えたら東京だ。もう無理です。東京に帰って漫画描くんじゃなかったのか。で俺のガキの頃の東京だ。よかった友人も血を分けた肉親さえも。どうしますか。行け漫画家、奴ら俺が引き受けた。え、
ここで別れだ。え、将軍でも友達を探すんだろう。トキワ荘の仲間を。俺のことは心配するな。行け。将軍、世話になったな。お前は本物の勇者だった。生き延びろよ。生き延びていい漫画を描け。僕はあなたの漫画を描きます。本物のヒーローの。地球防衛軍に逮捕されちゃうよ。まだ夜間外出禁止令解除されてないんだから。はあ、今日雷神さん勝ったかな。見たかったのに。あんたがテレビ見たいって言って泣くから修理に持って行って、そしたらこんなに遅くなっちゃってさ。兄ちゃん、テレビやってるうちに。ありがとう。助かったよ。うん。君たち両親は？父も母も地球防衛軍に連れて行かれました。友達がうさんくさいって近所の人に言っただけで。あの、壁の向こうから来たんですよね。ウイルスが蔓延した直後、俺は東京から締め出された。やがて東京周辺に高い壁が張り巡らされ、戻るのに2年もかかった。どんなでした、壁の向こうは。毎日どこかでワクチンの奪い合い、それで大勢の人が死んでいる。ねえ、友達はいいもんですか、悪もんですか。さなえちゃんはどう思う。今あの人がやってることは子供騙しの SF みたい。だから私、政治犯を救う秘密結社に入ろうかと思ってるんですけど。源氏一派って言うんだ。源義経の源氏かみたいです。義経。でももう時間がないみたいだし、もうすぐ地球が終わるんです。友達が毎日テレビで予言してるんだ。姉ちゃん、あれ見せてあげたいから、テレビつけていい？うん。放送の最後に必ずやるんです。強烈なサンダー突っ張りからのサンダーマウンテンブリーカーで雷神さんがボールを渡しました。それでは明日もこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。あ、次出ます。東京の皆さん、8月20日正午、宇宙人の襲来、未知のウイルスによって人類は滅亡します。
私を信じ、私とある者だけが救われます。なんだこれは。課長、早くテレビ消して。深夜のテレビは法律違反なんです。バレると逮捕されちゃいますから。待ってよ姉ちゃん、あれが聞こえるかもしれないよ。ダメだから消しなさいって言ってるの。氷の女王のメッセージだよ。氷の女王って源氏一派より過激な反政府組織なんです。深夜になると電波ジャックして都民に武装蜂起を呼びかけています。ほら、武装蜂起せよ。東京の皆さん、宇宙人の襲来は友達の作り話です。8月20日武装蜂起せよ。カツを消して。8月20日はあいつの誕生日だ。ねえねえおじさん、だったらこれ聞いてくれる？聞いたことあります？この歌。ああ、ずいぶん昔にな。誰が歌ってるんです？放送してないはずのラジオから時々聞こえてきて、今東京中でこっそり流行ってます。あいつらしいな、全然売れないミュージシャンだったのに死んでから流行るとは。どうしたのおじさん。分け隔てなく全ての人類と友達のものだ。ゼータ帝、それはテロ行為です。これはテロ行為です。着きましたよ。遠くに見えるのがオッチョさんが用のある歌舞伎町教会です。ガッツボールか。こっちに入るんですか？どう見ても営業中じゃないわね。なあ姉ちゃん、ボーリングって何よ？私が知るわけないじゃない。一度やってみるか、ボーリング。面白いぞ。神様、あんた来るのを夢に見たよ。無事だったのか。株で儲けた金でここを買った。第二次ボーリングブームが来るという夢を見てね。昔、俺たちの秘密基地のあった原っぱがある日ボーリング場に変わった。名前はここと同じガッツボール。俺の第一期黄金時代だ。氷の女王とはカンナか。武装蜂起の話ですか。俺にはカンナが都民を扇動し自分や人の命を粗末にするとはどうしても考えられない。変わったんだよカンナは。彼女に何があった？カンナのアジトはどこだ？私たちは義経さんを通じて説得を頼みました。彼女が無謀なことをしないよう。ダメだ、義経とカンナは合わせてはダメだ。どういうことです？俺はあの時思い出したんだ。2年前、友達を暗殺しようとした時、昔万引きで捕まったお面の子供のこと。
義経が友達かもしれないんだ。義経。カンナに連絡を取るのは今は私でも難しいわ。なんとか頼む。知っての通り僕とカンナは意見が対立して、それ以来絶縁状態でね。武装蜂起を止める気？僕が言ってやめる子じゃないかもしれないが。そうね。でも止めなきゃ。そしてその代わり私たちが立ち上がるの。え？源氏一派を集めてほしいの。私たちがその日友達府に総攻撃をかける。友達は世界を征服した。あとは人類を滅亡させる以外やることがない。友達は私たちのたわいもない子供時代の空想から生まれた怪物。彼を倒すのは私たちの責任だと思うの。もういいじゃないか。なるようにしかならない。どうしたの義経？もう疲れたんだ。源氏一派を率いてずっとやってきたけど、僕はリーダーの柄じゃないし。今あなたがくじけてどうするの？いいなあ、ユキジが強くて。何言ってるの？僕には無理だよ。僕には分からないんだ。僕のことだって、友達のことだって。友達のこと？人は子供時代なりたくてなれなかった自分と現実になれた自分との間に折り合いをつけて、その時大人になると思うんだ。でも友達はなりたかった自分と現実との間にあまりにも大きな差があった。おそらく許しがたいほどのギャップだった。君はお面をつけて歩いたことがあるかい？僕はあるよ。当たったバッジをみんなに見せようとお面をつけて歩いてた。そしたら誰かと間違われて、僕は必死に言ったんだ。人違いだ。でもダメだった。僕は分かったね。お面の子なら僕でも佐田清でも他の誰でもいじめられたんだ。義経。君には分からないよ。ケンジにだってオッチョにだって分かりゃしない。友達の気持ちなんて分かりゃしない。カンナのところに案内してくれ。あんた相変わらず愛想がないね。あ、はいはいはい、お待たせお待たせ。千原さん。やっと見つけたわ。探し出したんですか？彼女で間違いないわね。キリコさんだ、間違いない。今はね、東村山のよくわからないコミュニティに身を寄せてるわ。そんな近くに。で、春さん、
あなたみたいな国民的歌手と遠藤健二との関係は？あれだよ。え、これが賢治で、これハルさん？そのおかげで逃亡者となった俺は命拾いした。ハルさんは早い段階から友達が悪魔だと気づいてたんだ。俺がドラムでベースがこのビリーだ。おじさんが、ああ、私もう行かなきゃ。もう離散家族探して、もう猫の手も借りたいのよ。やばいなら、俺も早速行ってきます。キリコさんがいる東村山に。ビリー悪かったな。バンド勝手に辞めて演歌に走って。俺たちは最高のバンドだった。あいつが帰ってきたらもう一度やらないと。なんでお前とキリコさんが。まあ慌てんな、落ち着け。せっかくだから俺のそばでも食ってけ。はい、お待ち。まっ、昔とは比べ物にならないぐらいお前腕上げたな。これなら行列できんと。アメリカでそば屋の屋台やって腕磨いたのよ。だがもう後の祭りで。そうか、お前アメリカでキリコさんでやったのか。俺は最低だ。お前やケンジ見捨ててよ。血の味噌かな、あの日も。お前らが必死に戦っていたのに俺は。あの姉ちゃんと遊び歩いて。キラ、地球は終わらないな。俺たちと一緒に戦おう。会うか、キリコさんと。キリコさん、マルオを連れてきました。二人は防護服脱いじゃダメよ。万が一の時には死んじゃうから。ドクター山根が生み出したウイルスの進化型を遺伝子レベルで徹底的に研究してます。それは最終ウイルスの入ったキリ。今度のやつは空気感染はしないけど人類に免疫はなし。ワクチンを打たなければ確実に死ぬ。何するんだキリコさん。大丈夫、新型ワクチンもう投与したから。つまり人体実験。でもそんなことしたら。友達は今度のウイルスのワクチンは私には開発できないと高をくくってる。だから今しかないの。それにしたって今やるしかないの。私が死ねば友達の勝ち、生きれば
人類の価値。潜伏期間は12時間。その間私とおしゃべりする？キリコさん、僕は絶対この子を守るから。たとえ人類が滅亡してもこの子だけは守るから。あら、頼もしいわね。じゃあ今日は行きます。仕事？サークル活動。サークルって？破滅と再生の時がやってくるのです。西暦2000年、人類は必ず滅亡します。でも私と共にある皆さん、皆さんは救われます。どうもーだち、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 どうもーだち。カンナの面倒見てやってください。誰の子だよ姉ちゃん。この子だけは絶対に守らないといけないの。15万人の命を奪った2000年の知能大晦日のウイルスは私たちが開発したものなの。罪の意識に苛まれた私はドクター山根から2015年のウイルスのデータを奪い、友達の手の及ばないアメリカに渡った。そしてミシガン湖畔の製薬工場でワクチンの開発に成功した。でも友達に邪魔されて、そこで私を救ってくれたのがアメリカで蕎麦修行をしていたケロヨンだった。キリコさん、言ったでしょ、このワクチンは副作用が強いって。とにかくこれが私の知っている全てのこと。そして自分の命でも償えないこと。カンナはキリコさんと友達との子なんですか？ええ、あいつは俺たちの幼なじみなんでしょうか？そうだって言ってた。でも私の記憶にはなかった。友達の本名は？池上正人って言ってたけど本当かどうか。あいつ同窓会の司会やってた。キリコさん、キリコさん。ルー君、カンナは元気？ええ、元気すぎるというか。そう。私に何かあったらカンナに伝えて、一生懸命幸せになるのよって。キリコさん、you
ブラインド開けて。朝だ。12時間経過。人類の勝ち。警戒警報！警戒警報！侵入者あり！侵入者あり！氷の女王はどこだ？誰だ？氷の女王にオッチョが来たと伝えろ。オッチョ、でたらめ言うな。待って！昔のテロ集団だな。お前がこんなことをするとは思わなかったよ。オッチョおじさんこそ生きているとは思わなかった。なぜもっと命を大切にしない？我慢できないから。知ってるでしょ、2015年の復活劇の後、友達が撒き散らしたウイルスで全世界の3割を超える人たちが亡くなったのよ。私の愛した人たちも。自私被人送某的疫苗，想要的人就送给他吧，我才不想要打这种东西呢。这么大的疫苗是从哪里来的？这是偷袭大福堂制药卡车抢来的。其实有很多的疫苗，只是政府故意不拿出来而已。大家来打吧。你不是要和朋友继续战斗下去吗？要好好活下去啊。ฉีดวัคซีนหรือยังมีชีวิตอยู่เถอะในส่วนพวกนั้นด้วยพวกนั้นก็จะเลี้ยงมังกรนี่ว่าวิธีไหนถึงจะหลอกเธอได้คืนเสื้อซาเดี๋ยวเธอก็จับได้ที่ไอ้พวกนั้นฉีดเป็นของปลอมเมื่อเช้าได้ข่าวว่าพวกนั้นทุ่มกำลังโจมตีกองบัญชาการของโทโมดาชิคณะเพราะเธอคือลูกสาวของพวกเรา家族を失い友人や恋人を失った人たちが私の元に集まって友達を倒すことだけを心の支えに生きてきた。そんな彼らをまるで虫けらのように何人も何人も、もう耐えられない。私だけが生き残ってるなんて。私の愛した人はみんな死んでいった。
私のために。だから次は私の番なの。大勢の都民を巻き添えに討ち死にして、お前を愛した人たちが喜ぶとでも思ってるのか。計画は中止しろ。お前がリーダーなら今すぐに。命が危ないと思ったら一目散に逃げろと言った男がいた。その男はお前の中で生きているはずだ。ケンジおじちゃんは死んだんだよ。いや、あいつは生きているかもしれない。やめて、そんな嘘聞きたくない。おい、誰かラジオを持っていないか。ラジオったって何も放送されてませんよ。あの、拾ったのあるけど電池切れてねえから。よこせ。頼む源氏、カンナを見捨てるな。あの人は死んだ。もういいから。ケンジ、歌ってくれ。ケンジ、誰かリクエストくれよな。っていうか誰かいるのか、北海道。
ルさん、あれはなんだ。関所のゲートです。関所？関東の入り口です。2015年ウイルスが蔓延した時、友達は東京を中心に高い壁を建てて隔離政策を取ったんです。ここは壁の中に入れない人々が集まってきた町で。ご説明ご苦労。手形は？手形？ええ、通行手形のない人は通してくれませんよ。この2年間で通れたのはたったの1人、残りの1000人は殺されたのか？はい。よくねえな。実によくねえ。日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてる。どれだけ歩いたら家にたどり着けるかな。僕のお気に入りの肉屋のコロッケはいつも通りの味で待っててくれるかな。地球の上に夜が来る。僕は今家路を急ぐ。ぐーたらら、すーだらら。この曲、あなたはひょっとして環奈さんのおじさんでは？あ、いや、そんなわけないよな。おまわりさん教えてくれや。この2年間で一人だけ関所を破ったやつがいたって話だが、どうやったんだ？ああ、実は。あんたらペンネームは？僕は宇治木。僕が金子。で、宇治子宇治雄です。いやー、面白いな、宇治子宇治雄。地球の危機を救う男の話かよ。ありがとうございます。で、あんたら偽造手形作ったんだって？やっぱりその話ですか。一枚頼まれて作ったけど、もうやめました。一人は取れましたが、次の手形もうまく書けるとは限らないから、死んだら僕たちのせいになるし。あなた何やってんですか？ちょっと人のゴミ箱漁る。書きかけの通行手形だってことはいっぱいあるな。みんなの分も出せや。やめてください、無理ですよ。そうだ、絶対撃ち殺されちゃいます。人が死ぬのはもうこりごりです。場合によっては逮捕しますよ。俺は行くわ。名前は？矢吹城。矢吹城、確認お願いします。矢吹城、ゲートオープン。パスした。え、なんと。もし行くぞ、打ち消し。君たち、皆さん、落ち着いてくれ。待って、僕も行きます。すんなり関所を越えました。東京まで30キロです。あれは何だ？砦って呼ばれてますけど、関所を管理する役所です。俺はちょっくら行ってくら。
ご命令通りゲートを開けてこの男を入れ、警備員も退避させました。よろしいのですね。わざと入れたろ。久しぶりだよな。初めて会ったのが成田空港だっけ。もう迎えに行ってる頃だよ。私だよ、万丈梅だ。最後に一度は頂点まで上り詰めた私が友達に疎まれ、死刑た関所の代官にまでなっちまう話聞きたくないか。万博の翌年、露天商をやっていた俺はお前たちの町であいつと出会った。ただの手品じゃないかよ。行こうよ友達。ねえ、ロープない？ロープ？首をつっても締まらないロープないかな。それがあるとさ、僕神になれるんだよ。久しぶりですね、万丈梅さん。それから10年して奴はやってきた。サークル活動？なんだそれ。ピエールさんのやり方じゃダメなんだ。100人は感動しても1万人は感動しない。何が言いたいんだ。奇跡はもっとエンターテインメントじゃないと。これなんかどう？僕たちはみんな超人になれる。ちょっと面白そうだったから付き合ってやったんだ。完璧になろうと思っちゃダメだよ。なぜなら完璧になると宇宙になっちゃうからね。あんなふざけたお面の言うことを誰がまともに聞く。合図だ、行きますよ。友達が浮いている。バカバカしい。こんなバスへのマジックショー。すごい浮いてる。はいはい、今お前が巻き上げたんじゃ。奇跡だ。向こうの住所です。友達はドクターキリコを必要とした。ずっと待ってます。だからキリコに言い寄る男が邪魔だ。もしもし、諸星丹さんは列車事故で亡くなりました。
遠藤キリコはあんたのもの。キリコってあんたの姉貴だろ。で、友達がここまでやるとは思わなかったよ。あいつはお茶の水工科大学の敷島博士を拉致してロボットを作った。そして2000年の大晦日、あの大爆発で生きていられたのは操縦室が頑丈なシェルターだったからだ。時限爆弾を爆発しないようにもした。手の込んだいたずらさ。警察や自衛隊をかく乱し、まんまとウイルスをばらまきパニックを起こした。2015年、新宿視察のパレードで自分の替え玉を山根に暗殺させ、悲劇の指導者になりすました。盛大な葬式、世界中が注目する中で今度は生き返りやがって、その後はもっと強力なウイルスで予言を実行し、20億人を死に追いやる。そして世界大統領。全てを知る俺は奴に疎まれてここにいる。だからもうそんなことはどうでもいい。とにかく終わりしなくちゃならない。友達はやることがなくなって、次は本当に世界を滅ぼす。あんたにチャンスをやろう。もしあいつを殺してくれるなら生かしてやってもいい。え、くらせた。全然リアリティねえよ。何？あいつはロボットを作った。あいつはウイルスをばらまいた。全部あいつのせいにしたいんだろ。なんで最初の殺人以外みんな他人事なんだよ。お前、人類史上最悪の男の相棒だったこと認めろよ。お前は真実から逃げたいだけだ。酒で逃げよったってそうはいかねえ。お前はこの間までの俺と同じだ。そうだよ、俺は検事だ。2000年の大晦日、いや午前0時、21世紀になったあの瞬間、火の海の中から命からがら逃げ延びた。記憶をなくし、自分が遠藤健二だってことすら忘れた。得体の知れない何かに怯え、怖くて怖くて逃げ続けた。渋谷新宿はすでに壊滅状態です。皆さん、人の集まるところには行かないようにしてください。感染被害の拡大を防ぐため外出を控えてください。テロリスト遠藤健二による2000年の血の大晦日のカステロ被害と症状が告示しており、2015年ニュースを聞いた。進化型である可能性が高いと見られています。ウイルスで世界中の人が死んだというニュースを。全てが鮮明によみがえった。何もかも。俺は逃げた。北へ、北へ。北の果てについて俺は逃げ切れなくなった。逃げ切れなくなった俺は三日三晩山の中を転げ回った。
泣いて泣いて三日三晩あんた、名前は？遠藤健二。その時俺は決めた。俺は逃げない。俺は真実から目をそらさない。復讐じゃない。人類を守ることだ。愛する人をこれ以上死なせないことだ。いい子に育ったか。え？はい、俺はやっぱり健二さんだ。お前なんで東京に帰りたいんだ。僕、東京でやらなきゃいけないことがあって。じゃあ俺は会いに行くわ。誰にですか？カンナに。ケンジさん！8月20日、宇宙人が来るらしいぞ。どこに逃げればいいのよ、本当に。宇宙人の恐ろしい予言だ。8月20日、人類滅亡。未知のウイルスって何？私を信じ、私とある者だけが救われる。8月20日の総攻撃を延期します。みんなごめんなさい。何謝ってるんですか。俺らのリーダーじゃないですか。ああ、リーダーが延期って言ったら延期ですよ。みんな侵入者だ、侵入者だ。何でさ、地球防衛軍です。さあ、戦いましょう。行くぞ。
上を一般に継ぐ。無駄な抵抗はやめよ。こちらの条件を飲めば攻撃は加えない。条件？氷の女王は投降せよ。投降すればそれ以外のメンバーは解放する。繰り返し。旦那さんを渡すわけにはいかない。待って、みんな脱出口から逃げて。私が時間を稼ぐ。おい、走れよ。貴様はオッチョ。氷の女王とテロリストオッチョを確保。立てこもりのテロリストは全員殲滅せよ。そういうことだと思った。ここには大量の火薬が貯蔵されている。下手に騒ぐとあなたたちも道連れよ。こいつは地下に連れて行け。俺なら大丈夫だ。動け。手錠を外せ。あ、高須幹事長殿。あら遠藤さん、お久しぶり。あの時最後まで頑張ってたらこんな悪い子にはならなかったのにね。じゃあね。バーハー。本当か、カンナが捕まったというのは。逃げてきた氷の女王一派の話では、カンナはオッチョおじさんと呼ばれる男と一緒に自ら武装解除して捕虜になったそうよ。オッチョが生きてたのか。助け出すのよ二人とも。ああ、君はこっから行け。僕はあっちから行く。教えた通りに行けば友達タワーの地下駐車場に君は出られる。そこであいつが待ってる。信用できるのね。大丈夫だ。義経はどこ行くの？タワーの心臓部に行って電気系統を破壊する。君は停電を待って脱出しろ。僕のことは気にするな。そいつどこに連れて行くんだ？あ、科学技術省長官。こっちの実験に使いたいから私によこせ。しかし、危険なテロリストです。いいから。はっ。ヤンボーマーボーか。会いたかったよ、カンナ。君の好物だ。さあ、食べて。私を知る人間何人を拷問にかけてこれを聞き出したの？そんなことしなくたってわかるさ。僕は全てがわかる。近々人類は滅亡することもね。君にもわかるだろう。神の子なんだから。滅亡なんかしない。絶対しない。僕の予言を疑うのかい？予言なんて嘘っぱちよ。あなたに特別な力なんてない。例えば歌を作って
心の底から歌って人の心を動かす方がよっぽどすごい力よ。神の子、冗談じゃないわ。賢治おじちゃんは私を本当の娘みたいに思ってくれた。ユキジおばちゃんも、おっちょおじさんも、ヨシノおじさんもそう。あの人たちの娘だったらどんなによかったか。私は神の子なんかじゃない。人類史上最悪の人間の娘や。どこにウイルスをまくの？さあね。みんなどこに逃げれば助かるの？さあね。実は今度のウイルスにどれほどの威力があるのかわからないんだ。ほら、こんな風に偶然被害がないところもあるかもしれないし。もうやめて！やめろ。俺が昔から暴力が嫌いなのは知ってるだろう。2000年、お前らは俺たちのアジトを見越した。悪かったよ、まさかこんなことになるなんて。しかも今も友達政府の要職にいるとはな。だからこうして罪滅ぼしに。ユキジ、助けてくれ。おっちょ、今は双子を信じるしかないの。ユキジ、進化型だよ。今度のはちゃんと二足歩行するんだぜ。こっちはロボットと円盤はセットでな。今度の人類殺戮は宇宙人の襲来って設定にするらしいんだ。お前、科学技術省長官とか言われてたな。まさかこれを作らなきゃ俺たち殺されてたんだ。悪く思わんでくれよ。それより早くここから抜け出さなきゃ。義経よ、彼がこのビルの電気系統を破壊したの。5分後に自家発電に切り替わる。今のうちに脱出だ。私はカンナを追う。君たちは分かってるわね。おっちょおじさんはどこ？どこなの？カンナ、万博には行ったかい？何？楽しいところなんだ。あそこだけは守ろうと思う。人類が滅亡してもずっと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 。あなたは何も感じないの？人類を殺戮して何も。僕らの遺伝子は大昔たった一人の女性から受け継がれたって話知ってる？彼女がいた頃、人類は絶滅危惧種だった。でも僕は思うんだ。その頃はみんなさぞ仲が良かったんじゃないかってね。いじめっ子もいじめられっ子もいない。人間は増えすぎたんだよ。異常よ、あなたは。僕がやらなくてもきっと誰かがやった。僕は彼らの代表選手なんだ。何の代表だっていうの？20世紀のあの最高で最低の時代の。Thank you.
遠藤さん、銃を捨てなさい。どいて。コメンズ殺しても何も後悔しない。撃ってもいいのよ。あれ、撃たないの？正解。その銃弾入ってないんだよ。彼女を解放しよう。試しに拳銃を渡したら僕に向けた。だから絶好だ。彼女は8月20日の主役になる。ケンジの姪、人類を絶滅に追いやる史上最悪の女テロリスト。なるほど。じゃあ行ってもいいわよ、遠藤さん。どうぞ。カンナ、わかるかな？僕こそ20世紀少年なんだ。紹介するよ、敷島博士だ。敷島博士、どういう了見で友達の味方をした？拉致された娘のため、そのうち好きなことをさせてもらって楽しくなった。娘が去年粛清されて目が覚めたよ。2000年、あんたは大勢の人間を殺したんだぞ。殺したのは殺人ウイルスだ。私はその輸送手段を作っただけだよ。それにあのロボットのことは忘れてくれ。あの年は時間不足でな、出来損ないしかできなかったんだよ。でもな、今度のはすごいと。新型ロボットはウイルスをまかない。ウイルスをまくのは円盤の仕事。こいつは胴体の中に中性子爆弾を搭載している。中性子爆弾は知能大晦日の50倍の威力もあるぞ。この爆弾は友達のリモコンのみで作動するシステムだ。これが8月20日の予言の実態だ。今度の計画では2機の円盤が東京中にウイルスをまく。円盤はプログラミングされた軌道を自動操縦で進む。友達の予言通り、まさに宇宙人襲来さ。まずは東京が全滅、次に日本、最後に世界も滅びる。そして友達は絶滅に瀕した世界中の従順な民衆の上に君臨し、末永く楽しく暮らしましたとさ。だが俺たち正義の味方が奴の野望を打ち砕く。敷島博士が密かに開発した高性能ミサイルランチャーで円盤を撃ち落とすんだ。目標追尾装置、赤外線センサー、高性能ファインダーに赤外線カメラ、カールサイズレンズ。素人でも命中させられる代物だ。本当、誰でも扱えるんだ。どうだオッチョ、お前がやらなくて誰がやる？オッチョ。分かった、俺にやらせろ。
僕の夢は夢ではありません。本当に起きることだから夢ではないのです。僕は来年の夏休みずっとマンハクに行くことになったのです。大阪に親戚がいるので毎日マンハクに行くことになるでしょう。なあ、マンハクってなんだよ。ケンジ知らないんだ。人類の進歩と調和、本当の未来が来るんだ。世界中の国が日本に集まって未来都市を作るんだよ。未来都市？なあ、マンハクって知ってるか？あのケンジが僕の話に夢中だ。あのケンジが万博万歳、万博万歳。なあ、もっと話して聞かせてくれよ。万博は来年の3月から大阪で開催される。大阪かよ。僕は大阪に親戚がいるから来年は夏休み中毎日万博に行こうと思ってるんだ。すげえ。やっぱり真っ先に行くのはアメリカ館かな。ね、友達、いつ行く？夏休み始まったらすぐ？行かないよ。え、急にダメになったの？うるさいな。いつからそんな口聞くようになったんだ、佐々木よ。それからさ、お前のお面貸せよ。え？今年の夏休みの間中、僕はずっと万博に行ってることになってるんだ。でも、お面で何するの？僕の存在を消すのさ。佐々木よ！気持ち悪いお面かぶってんじゃねえよ。待って、僕は佐々木よなんかじゃない。やろう。宇宙人なんかいねえんだよ、バーン。僕は佐々木雄じゃないのに、痛い、苦しい。世界なんかなくなっちゃえばいい。人間なんか全部死んじゃえばいいんだ。世界中の皆さん、こんにちは。みんな覚えてるかな？2000年、血の大晦日。そして2015年、ウイルスで大勢の人が死んだね。全部僕の予言通りだったね。予言なんて、嘘だよ。全部僕がやったことだ。世界はずっと僕の才能を認めなかった。僕は必要だけど、この世の中は必要じゃない。神は1週間でこの世界を作られた。